こんばんばは、ソッカー塾のコボですこの時期忘年会のシーズンですよねなんかね最近よく目にするのが Facebook 中心 Twitter 中心にですね忘年会に行くのやめませんかとか忘年会とかはもう会社によるパワハラだとかいう人いて忘年会強制参加やめませんかみたいな声がありますけどもちょっと私からもちょっとお話しさせていただきたいんですけどね忘年会があるってことはその会社利益出てますよねむちゃくちゃ恨ましいじゃないですか赤字の会社は忘年会やるコストもかけらんないです だから忘年会が開催されるってのはむちゃくちゃラッキーでいい会社に勤めてるってことなんで喜んでいった方がいいんじゃないかなと思うんですよで忘年会が苦痛になるようなねそんな付き合い方を普段してたんですかと私は言いたいですよねいや忘年会やるぜってねその所属部長が言ったらあ部長行きますよみたいなそんな付き合いしてなかったのかっていうふうなことがこの年末にわかるってことなんですよ だからね、上司にしても部下にしても、同じミッションで自分で選んでその会社に勤めてるわけですから、別に嫌い合う必要はないのかなと思うんですよね。うん、それがやっぱり、忘年会ね、うーん、まあ、楽しいんじゃないですかうん、忘年会に参加する人が人を楽しませる能力があれば楽しい忘年会ですよ。でも、俺を楽しませてくれみたいな人が行くから苦痛なんですよね。さあ、あなたはどちらでしょうかと申し上げましたけども、私は隠居してますんで、忘年会が誰からも声かか,かりません。 その妬みの発信だと思ってください。忘年会が羨ましい久保哲郎でございました。それでは失礼します。